居酒屋やったるさんでお腹いっぱい海鮮丼を食べた後、名古屋で最も古い商店街の一つと言われている円頓寺商店街を歩いてきました。この商店街のシンボル的な存在になっているこの金のシャチホコ像、何で作られているかわかりますか？発泡スチロールや竹などで作られているそうです。今日は宿泊する予定のヒルトン名古屋へと向かい、チェックインをしていきたいと思います。それではご覧ください。バナナジュース専門店と京都のことか、最高やね。バナナジュース、またヒルトン、あった。これの次の信号右や。すいません、あのホテルの宿泊なんですけど、はい、どこでもいいんですかね。はい、いいですか。あ、ご用意しておりまして、お時間6時30分から10時までとなっております。その他アフタヌーンティーハッピーアワーに関しましては26階でご用意しておりまして、お時間がそれぞれ3時から4時30分、5時30分から7時30分までとなっております。こちらお部屋でご利用いただけます Wi-Fi のアクセスポートでございます。何かご不明な点などございますか？大丈夫です。ありがとう。26階お部屋は24分やな、2、3、3、8、ここにもついてるやん。全然違う。かっこいいね。取ってつけたみたいな跡だね。本当だね。これかっこいいの。ベロンチョになっとったよ。だから泣いて初めてやね、ここね、お飯いただいたのも初めて。初めてやね。すごいね。まだ決まってないって言ってて、なんか鍵をなんかこちらを持ってきていただけるということだったので、はい。すごい貸し切りや。そこでもいいですけど。まあ素敵。
すごいね、うん、これトング、うん、すごい、青いのがあのタンクカバーでございまして、この後もあのデザート、あのアフタヌーンティーの味のデザートを取っていただく際のトングの上にかぶせる形で置いていただいて、そのまま使えるようになりますので、はい、もう手袋じゃないんですか。そうなんですよ。すごいね。中華。お姉さんがいたことなかったよね、ラウンジに。すごい、うん。過去になかったね。うん、初めて。タイヤも。すごい。なんてことないね、撮ったらなんてことないんだけど、その色が欲しくて、もう頑張っちゃったね。よかったね。どうなるすごいよね。この色が欲しくて。この色が欲しくて。この色が欲しかった。まさきひろダイヤモンドやねんから、なんかもうちょっと手もらえるけど、この色が欲しくてそうね、すごいね。だからヒルトンというヒルトン、まあ普通のそのダブルツリーとかやったらあかんけど、うん、普通のヒルトンのホテルやったらもうラウンジさえやってれば、うんうん、何の心配しせずにとも食べれる。ここアクセス券持ってるからね、これで、ね、うん、一番安い部屋に頼んだとしても入れる、うん、もちろん、でいいホテル、いい部屋を取れば、ひょっとしたら日によってちゃうけどね、うん、チェックアウト何時ぐらいとおっしゃいますか。何時でしょう、うん、明日何時する、普通だったら、冷凍だったら3時かつかちと、あ、おい、あ、今日ダメだ、2時ぐらいまででしたら、あ、全然、うん、大丈夫です、1時までお取りしております、すみません、すみません、なんと、あ、全然大丈夫、ありがとうございます。ずっと、ね、心配にすることはないけど、なんかそういうの普通に来たら普通に本も書いてる。ただし、有効期限があるから、これって来年に発生するから、23年3月までだったかな、確か有効期限、いや、それまでは大変。いや、いい色やな。それ持って帰っても。持って帰ったらいいや。カードを返して。持って帰ったらいい。そのケースの特集。全然いいや。なんかすごいな。この前、今朝食べたご飯と。で、そこが見えたもんね。で、あそこマリオットちゃん。あの丸い、円柱のやつ。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。そしてこれからも食いしん坊ともちんのチャンネル、どうぞよろしくお願いします。